はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、今回はね、コメントであったんで、紹介します。美味しいハイボールの作り方。まあ適当にね、ハイボールをね、作った動画見たいとかって書いてあったんで、紹介したいと思います。まず、ウイスキーはとりあえず冷凍庫でキンキンに冷やしとこう。で、氷、市販の氷ですね。を、適当に入れて、で、俺は、ウィルキンソンの炭酸水を、用意します。そして、適当に入れてと、飲むわけです。まあ、でもね、サントリーの炭酸、サントリーのウイスキーはね、結構、ハイボールにすると美味しい。で、ウイスキーの量は、俺はだいたい3分の1ぐらいまでは入れます。まあ、1対2ってとこですかね。まあ、サントリーのサイトとか見ると、1対3とか1対4が基本だとかって書いてあるけど、1対4とか1対3だとちょっと少ないんで薄い。ので、俺は基本的に1対2ですね。うん。だいたい1対2か1対3ってとこか。とりあえず、グラスの3分の1ぐらいまで、まあ、ウイスキーを入れて、あとは、まあ、なるべく炭酸飛ばさないように、まあ、コップの縁を伝いつつ、まあ、入れまして、ね。で、まあ、適当に、最後、ステアして、ステアしたいんだけど、まあ、あんまりステアしなくてもいいんだよ。これは。ハイボールは、ちょっと氷が、ね、なんか、くっついてるな。基本的にステアはしなくてもいいと思います。なぜなら、ウイスキーとは、炭酸水の対比があって、水よりウイスキーの方が、対比が軽いんで、勝手に、上がってくるんですね。炭酸水入れたら、勝手にウイスキーが上に上がってくるようになるんで、最初にウイスキー入れるのは、勝手に混ざるからなんですね。逆に、ウイスキーを後で入れちゃうと浮いちゃうんで、ウイスキーだけの味になってしまう。ので、まあ、そこは注意かな。そうじゃ、乾杯。サントリーのね、ウイスキーは、ストレートで飲むとまずいんですけど、ハイボールにするとむちゃくちゃ美味しくなるんで、ただ個人的に黄色角よか、これよか、黒いやつの方が、黒角の方が美味しいです。ハイボールは。ハイボールは多分黒角が一番美味しいね。白角はまずい。まあ、まずくもないか。まあ。うん。比較、黄色はあんまり、香りがちょっと、あれかな。前面に出すぎて、でも香り楽しみにしたい人はいいんだけど、黒角の方がね、味が濃厚なんで、美味しいです。黒角の方が大体甘いんだな。甘さがあるんだ。で、以前、コメントであったんですけど、ハイボールのランキングをね、動画にしてくれるみたいな、教えてくださいみたいなのコメントがあったんですけど、もう俺考えたんですけどね、ランキングって結構難しいんですよね。ハイボールってやっぱり、
俺結構好きなんで、よく飲むんですけど、ハイボールランキングっていうのはなかなか難しくて、1位、2位、3位とか、ちょっと決められないんですよ。順位付けが難しい。あの、順位付けは難しいんだけど、美味しいのならたくさんあるんですよ。上げていけるんですけど、それを順位付けするかっていうと、順位はちょっと厳しいかなーって、こっちよかこっちの方がうまいかまずいかって、結構難しいんですよね。逆にハイボールに合わないまずいやつとかだったら、それも簡単に上げられますけど。まあ基本的に合わないウイスキーっていうのは、ハイボールだと少ないんですけど、まああるにはあるね。一番多分個人的に合わないのは、カナディアンクラブですね。カナディアンクラブ、あれはね、ハイボールにしても全然美味しくない。全く味がしない。なんだこれは。で、まあ、あとは大体ね、何にしても大体美味しいんです。ただ俺が苦手なのは、アメリカンじゃねえや、バーボンですね、いわゆるね。アメリカンウイスキーは、ハイボールにすると非常に甘くなってしまって、特に俺が大嫌いなのがジムビーム。ジムビームのハイボールっていうか、そもそもジムビーム自体嫌いなんですけど、ハイボールにしてもむちゃくちゃまずいんで、ものすごく甘くなって、しかもなんか、なぜか俺もわかんないんですけど、アメリカンウイスキーってハイボールにするとなんかやけに泡立つんだよね。あれが嫌いなんですよ。なぜか、バーボンだけやけに泡立つと思いませんか？てか泡立つんだよ。なんかの成分によるもんなんですかね。わかんないんですけど、まあ、基本的にはアメリカンウイスキーバーボンはハイボールにしません。まずい。まあ、その中で美味しいのっていうと、あれかな。バーボンだと、まあ、ジムビーム以外だったらまあ、それなりに美味しいですけど、やっぱり一番美味しいのは、ジャックダニエル。をハイボールにすると美味しい。あれ美味しい。確かに美味しい。うん。あとはまあでも基本的はジャパニーズウイスキーはハイボールにすることが多い。てか大体美味しい。甘さがあるんで、そこまでアメリカンウイスキーに比べて若干弱いんで甘さが。でも一応甘さがあるんで。バーボンはね、甘すぎるんだよね。ハイボールにするとね。だから結論から言うと、ジャパニーズウイスキーをハイボールにすれば大体美味しい。この角瓶ですらね、ストレートでまずい角瓶ですら、ハイボールにするとうまいって。で、それでも、その中でも俺が特におすすめするのを3つぐらい挙げておきますと、とりあえず黒角ですね。黒角瓶。角瓶の黒。黒。あとは、二つ目。富士山麓。50度の。キリンのね、富士山麓。あれもですね、度数が50度なんですけど、全然ね、スススーと飲める甘さがあり、うまいと。うん。あれはハイボールにするとすごい美味しい。まあ、それぞれ飲んでも美味しいは美味しいな。まあ、あとはそうだな。あと値段が安めでうまいかなっていうところでいくと、あれか。俺が多分、一押しのハイボールがありまして、それは何かっていうと、今は手元にはないんですが、
ジョニー・ウォーカーのレッドラベル。あれ1000円ぐらいで買えるくせにですね、ストレートで飲んだ時にはわからないんですが、ジョニー・ウォーカーのレッドラベルって結構スモーキーな、煙たいのがですね、非常に前面に出てきて、ハイボールにすると非常に、おーって、1000円でこの煙たさを味わえるのか、結構驚きます。まあ、その3つぐらいかな。当然うまい、てか、基本ストレートに飲んでうまいやつは、ハイボールにしても当然うまいんですけど、それだと面白くないからね。値段高いやつはうまいですよって、ウイスキー値段高いのは、うまいのは当たり前なんだからさ。ちょっとやっぱり安いので、うまいって言うと、やっぱ絞り込まれてくる。まあさっき言ったジャックダニエルだったらあれ2000円ぐらいするから、あれ高いんだよ。だから基本買わないです。安いのでうまいってなると、その3本ぐらいですかね。あとあれも美味しいかな。ホワイトホースとかも美味しいですかね。スコッチ。スコッチのホワイトホース。ホワイトホースも結構ね、スモーキーなんで、美味しいかと思います。あれ、ホワイトホース、あれ1000円ぐらいで買えるんですけど、ストレートで飲んだ時だと全然わかんないんですよね、スモーキーさが。でも、ハイボールにするといきなりスモーキーになるからね。びっくり。まあ、世界五大ウイスキーってありますけど、ジャパニーズ、アメリカン、カナディアン、スコットランド、アイリッシュ。この5つありますけど。まあ、カナディアンは間違いなくハイボールには合わないです。まずい。というか、そもそも俺カナディアンウイスキーは、うまくないと思う。あと、あれ、アイリッシュウイスキーもね、俺まずいと思う。そういえば、アイリッシュウイスキー俺、ハイボールにしてねえな。タラモアデューっていうやつあるんですけど。今そこにあるんですが。そういえば、ハイボールしてねえな。あれ、ストレート飲んでまずいんで。もういいやと思って。ワンショット飲んで、ほっといて、放置してあるんですけど。まあね、そんなこんなですかね。まあ、カナディアンは間違いなくまずい。あと、アメリカン。バーボンも大概まずい。大概まずいですね。バーボンも俺嫌いなんだよな。いや、ストレートで飲んだら美味しいんですよ、バーボン。うまいやつはね。ただ、ハイボールにするとね、一気にね、甘さがね、ものすごい強調されてね。しかも量も増えるでしょ。量も増えちゃうから甘って、うえって飽きるんだよ。だから、ハイボールで一番合うのは、まあ、ジャパニーズなんですけど、まあ、スコッチも、ハイボールにしても、まあ、美味しい。ただ、スコッチは、ジャパニーズよりか辛口なんで、結構、甘くないのが好きな人にはおすすめなんですけど、ただ、ちょっと俺個人的に甘くなさすぎるかなって。だから、ジャパニーズの方が好きなんですけどね。まあ、何にしたってちょっとカナディアンウイスキーのカナディアンクラブは本当に美味しくないっていうか面白くない。ウイスキーとして面白くないというより酒として面白くないですね。飲んでて全然、え?ってなんか。あ、これウイスキーなんていうレベル。でね、俺以前カナディアンクラブの12年飲んだことあるんですけど、まあレビューもしたんですけど、あれはね、すごいよ、あれ、ある意味。カナディアンクラブの通常のやつが1000円で買えるんですけど、あれ、12年が確か2000円ぐらいで買えるんですよ。
でね、値段1000円も違うのに、倍違うのに、あの、味飲み比べてね、あの、何にも分からなかったからね。あの、味の違いが分からなかったんですよ。はぁと思って。あれすごいな、逆に。12年と無印物、まあ、多分6年ぐらいだと思うんですけど、普通のやつ、6年の味の違いが分からない。まあ、俺の舌が悪いのか、はたまた、その、カナディアンクラブが悪いのかも分からないんですけど、まあ、さすがにそれはないだろうって。飲み比べてですよ。あれはすごいね。ある意味あれ買う価値ないですよ。最も多分買う価値のないウイスキーですね。カナディアンクラブ12年は。味の違い全くねえもん。あれには驚いた。で、あの、最初に言いましたけど、あの、冷凍庫で、カキンカキンに冷やしといた方が、あの、美味しくなるっていうのは、結構あると思います。あと、今夏なんでね。基本的にハイボールってやっぱり、まあでもね、うん。冷やした方が、多分甘さが出るんじゃない？ウイスキーって冷やすと、あの、甘さ増えるんです。俺の理論です。実際はどうか知れません。あの、冷やして、キンキンに冷やして、ロックで飲んだりすると、すごい甘くなります。あの、ブラックニッカクリアとか、のウイスキーでも、安いウイスキーでもね、冷やして、ロックとかで飲むと、冷やしてって言っても、普通に冷やしただけじゃなくて、冷凍庫に入れとくとすごい、ものすごい甘くなる。しかもその甘さが甘ったるい甘さじゃなくて、こう、キレの良い甘さみたいな、になるって。まあ、キリッとするというか、そんな感じにはなるとは思います。ね。まあ、ぜひ。まあ、あと、まあ、ジンとかもそうですけどね。冷凍庫に入れとくと、まあ、凍りませんのでね。度数が高い。まあ、だいたい40度ある。35度あれば、だいたい凍らない。ので、お酒はね。お酒は度数が35度以上あれば大体凍らないんで大丈夫です。問題ありません。まあ、角瓶はね、うん。黒角買った方がよかったな。この角瓶は多分、なんで買ったかっていうと、確か、あの、グラスがついてきた。なんか、ミニ、亀甲グラス、だっけ。あれがついてきたから買ったんですけど。結構ね、グラス付きのやつだ。あの、は、基本的に俺、グラスが、あの、好きなんで、買うんですけど。あと、炭酸水。これも非常に重要で、まあ、冷やしとくのは当然として、やっぱ炭酸の強いやつがいい。ウィルキンソンは非常に強いんで、いいとは思います。うん。まあ、そうだね。うん。まあ、ウィルキンソン。まあ、俺基本的にまあ、ウィルキンソンと、あと、アマゾンで、あれなんだったっけな、強炭酸のやつ。うん。まあ、炭酸水ならば大体、強いやつだったら何でもいいんですけど。
なんだったっけあれ。前炭酸水レビューしたけど、ウィルキンソンも強いんだけど、ただね、気をつけてもらいたいのは、炭酸水は、基本的に賞味期限を見てもらうと、賞味期限が間近なやつ、1ヶ月前くらいになると、もう炭酸が非常に抜けちゃうので、早めに使っとかないと、炭酸が抜けちゃうんで、そこは注意ですね。ちなみに、俺がこれ、この、ウィルキンソンの、缶のやつ。これ以前言ったかもしれないんですけど、スーパーでね、安く売ってたんで、4ケースぐらいまとめて買ったんですけど、これが2016年の3月の31日まで、賞味期限があるんで、全然 OK です。まあ、ウィルキンソンって俺大体ブランドが好きだからね。このブランドメーカーが好きだから俺買ってるんですけど。100年以上のね、歴史を持つ老舗メーカーです。まあ、買ってるわけなんですが。最近、ウィルキンソンの1リットルの、炭酸水も出ましたんで。まあ、かといって1リットルの炭酸水ってあんまり需要がない。なぜかっていうと、基本的に使い切れないからね。だいたい残ると、炭酸次の日にはだいたい抜けてったりするんで、あんまりよろしくない。で、その点、このウィルキンソンの缶の250ml なんで、500ml だとちょっと多いなって。今のパターンで言うと、だいたい一杯半作れますね。ハイボールがこれ一本で、一杯半作れるんで、ちょこっと飲みたいときに、バッチグ。だってこれすごい安かったんだよ。これ40円一本。違う、一本39円で売ってたんだよ、これ。すごいだろ。39円だったから35円だったかも。36円ぐらいで売ってた。だって2本買ってさ、500ml でしょ。500ml が、38円で売ってたから、80円もしないんだよ、500ml。しかも缶だから、缶は多分、プラスチックよか、いや、ペットボトルが多分あれなんだよ。炭酸抜けにくいと思うんだよね。まあ、ということでね。まあ、この動画で、まあ、俺の、まあ、ベスト3に入る。ハイボール美味しいベスト3というよりは、3つ、ね、紹介。まあ、一つは、復習として、皆さんに飲んでもらいたいのは、サントリーの、ウイスキーの黒角瓶と、二つ目が、アサヒじゃねえや、キリンだっけ。あれ、キリンの、富士山麓。そして三つ目が、スコッチの、ジョニーウォーカーのレッドラベル。この三つを、推しておきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。